動くメモ帳 3D は、任天堂開発、販売の任天堂ンー 3DS、任天堂ツー 2DS、ニューニンテンドー 3DS ダウンロードソフトである。任天堂、ダッシーはや、動くメモ帳の任天堂ンー 3DS 版である。2011年春に開発中であることが、発表されていたものの、内容は長らく発表されず、2013年3月13日の、任天堂ダイレクト内で、 具体的な内容が発表された。当初は同年7月3日配信開始予定だったがコミュニティサービスをより快適なものにするためという理由で延期され7月24日から配信が始まった。ソフト自体は無料であるが講述する。ネットワーク機能を使う場合は有料になる。書く、塗る、消すの3つの機能を使い手書きメモから短編アニメーションと 幅広いメモを作ることが可能である。主な機能は、ダッシーウェアの動くメモ帳を踏襲しているが、これに加えて、3D 機能を活かした、3D 立体視可能なメモの作成、色の表現幅が広がる、6種類の色の使用、動画投稿サイトなどに直接投稿できるメモを AVI 形式動画ファイルとして、保存などの機能が盛り込まれた。 その後のバージョンアップにより機能の追加や改善も行われている。一方、ダッシーウェア、動くメモ帳にあったカレンダー機能は搭載されていない。対応しているファイル形式は GIF、GIF アニメ、JPEG、AVI。なお、ダッシーウェア、動くメモ帳とはデータの互換性はなく、ダッシーで作成したメモを直接編集したり、通信をすることはできない。 世界中の利用者が作成したメモを投稿、閲覧できる。かつてはカメラを使用したメモも投稿できたが、バージョン1.2への更新以降はできなくなっている。ワールドゴメモギャラリーは2017年10月2日に有料チケット販売を終了し、2018年4月2日をもってサービスを終了した。無料で 3DS 本体のフレンドリストに登録されたユーザー間のみで、 メモのやり取りができる機能だったが、工序両俗に反する写真が送受信される事例が発生したため、2013年11月1日、限りでサービスを停止した。更新版のバージョン1.1以降は、ソフト起動時のメニューにあったフレンド5メモギャラリーへのボタンも除去されている。2013年11月15日配信2014年1月15日。 配信2014年6月25日配信2014年9月3日配信2017年7月19日配信2017年9月13日配信本作の配信に伴い株式会社ハテナが運営していたウゴメモシアターウゴメモハテナは2013年5月31日をもってサービスを終了したウゴメモシアターに投稿されたメモは ワールド5メモギャラリー内のコーナー、ダッシーシアターライブラリーで閲覧することが可能である。ワールド5メモギャラリー自体は有料だが、このコーナーのみ無料となっている。ニンテンド 3DS ソフト、動くメモ帳、3D、ワールド5メモギャラリー、サービス終了のお知らせ、ニンテンド2017年9月9日閲覧。ニンテンドホームページ、お客様へのお知らせ、 ニンテンドー2013年11月1日閲覧バージョン1.1配信のお知らせ2014年6月25日更新データを配信しました更新データ配信のお知らせニンテンドー動くメモ帳 3D 公式 YouTube チャンネルを解説第1回コンテストマリオあるある入選作品を公開動くメモ帳 3D 夏休み企画として果物をテーマにした キャラクターコンテストが実施。ありがとうございます。